ったくなんだい、あの子。潮風がしみるね。ミッドガルとは違う、いい風だ。私にはちょいと潮辛いね。悪くねえな。私が探ってこよう。マントは二等船室に集められてる。シンラの追っ手の気配はない。変装は終わりだな。そっか。じゃあ最後にケレ。ご苦労様。おう、ルーハウスの提案聞いたぜ。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はホッとしてるんだ。誰が社長だろうが、信羅は信羅。取引なんかしたくねえ。連絡船第八信羅丸へようこそ。船長のチトフです。本船はコスタデルソロへ向け順調に航行中です。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。なお船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドの大会だって。行こう。開催までもう間もなくと迫りました。まだまだエントリーは受け付けております。見事優勝したお客様にはトロフィーと豪華賞品を贈呈いたします。カードをお持ちでない方もレンタルいたしますので、皆様ふるってご参加ください。
あなたも出るんでしょ。どうかな。楽しみにしてるわ。お前も参加するんだな。ああ、人間の娯楽は興味深い。ではエントリーしてくれ。誠に申し訳ございません。動物の大会への参加はご遠慮いただいております。なんだと。悪いが責任者を呼んでもらおう。出るのか。おおや、豪華商品だぜ。欲しいだろ。そうか。なあ、着替えないか。これか。実は気に入っちまってよ。結構似合ってんだろ。海の男って感じでよ。受付が開いたぞ。ほんと。大会楽しみだね。優勝できるかな。どうだろうな。そこは頑張ろう。優勝できるでしょ。私の番みたい。行ってくるね。クラウド、これ得意なんだよね。まあな。全力で来なさい。それじゃ、お先に。クイーンズブラッド大会エントリーですね。ではお名前をお願いします。クラウドストライフ。ああ、クラウド様ですか。クラウド様宛にメッセージカードが届いております。メッセージ。はい、お読みしてもよろしいでしょうか。クラウドストライフ、クイーンズブラッドを楽しんでいるようだな。その調子だ。もっと血に溺れろ。親愛なる亡霊より。以上となります。なんとも熱烈なメッセージですね。ファンの方でしょうか。これにてエントリー完了です。それでは大会をお楽しみください。第八神羅丸恒例のクイーンズブラッド大会、今全てのカードバウターが揃いました。果たして栄光のトロフィーは誰の手に渡るのか。司会は船長のチロフでお送りいたします。皆様、大いに楽しんでいってください。優勝への道はまず一歩から。第1ラウンド頑張ってください。初戦の対戦相手を探しましょう。盤面の上では皆が平等に立場を合わせている。ここで各選手の試合状況をお伝えします。まずは第1バウト、レイジー選手強い。相当なやり手です。どうぞよろしく。私が相手でございます。お前はロボットか。はい、私はワイズタイプ3でございます。クラウド様は良いバウト力を持っているようです。バウト力ですが、私は未来の最強カードバウター。現在は生涯全敗でございます。これから目覚めるでありますバウト力の差をお見せいたします。は？カードバウトでございます。さあ、始めようか。ガガガ、行きます。切り札は温存しておくか。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。カード、セットしました。ワイズ選手、おっと、まさか余裕があります。クラウド選手、この集中力には脱帽です。ペシュー、ペシュー、故障かもです。ワイズ選手、意外にも持ちこたえています。
俺は勝つ。順調です。バイトレベルを下げましょう。まだまだここからだ。手加減はしない。クラウド選手、形勢逆転なるか。選手、選手、故障かもです。ワイズ選手、おっと、まさか余裕があります。美しい番組、勝利目前です。ワイズ選手、おっと、余裕があります。クラウド選手、なかなか思惑通りにことが運ばない。カードセットしました。このままでは負ける。いいぞ。まさか勝利ですか。ワイズ選手、なぜだ。予想外に健闘していますね。クラウド選手、まだ勝負を諦めてはいません。何かないか。逆転に行っては。助けて、助けて。ワイズ選手、激しく暴走気だ。クラウド選手、隙を見せません。この程度でいいのか。俺は勝つ。いい体だ、いい体だ。ワイズ選手、ほぼほぼ自滅です。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力。クラウド選手、第1ラウンド余裕の勝利でしたね。第2ラウンドも頑張ってください。第1ラウンド終了しました。続いて第2ラウンドも頑張ってください。さあクラウド選手、対戦相手に誰を選ぶのか注目しましょう。ここで俺と当たったのが運の尽きだぜ、クラウド。それはあんたの方だ。盛り上げ役になってもらうぜ、カードバートだ。クラウド一丁やりますか。手加減は必要か。手加減必要か。分かった、全力で相手をしよう。ありがとう。それじゃカードバウト。相手はクラウドか。運がなかったな。さあどうでしょう。全力でいくから手加減はなしでね。ああ、もちろん。じゃあ始めよ。カードバウト。さあ始めようか。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。負けないから。手加減はしない。クラウド選手、その集中力には脱帽です。全力で行くね。キーファー選手、なるほど、強いですね。
俺は勝つ。うん、いい感じ。ここが踏ん張りどころだな。行くぞ。クラウド選手、ここは正念場ですね。全力で行くね。キーファー選手、なるほど、強いですね。手加減はしない。勝てそう。運が向いてきたのかも。負けないから。キーファー選手、このまま一気に決着をつけるか。クラウド選手、なかなか思惑通りにことが運ばない。全力でいくね。このままでは負ける。俺は勝つ。勝てそう。運が向いてきたのかも。キーファー選手、このまま一気に決着をつけるか。手加減はしない。フラウド選手、まだ勝負を諦めてはいません。キーファー選手、逆転を狙えるか。行くぞ。まだまだ諦めない。負けないから。これは勝てそうだ。手加減はしない。クラウド選手、隙を見せません。キーパー選手、まだ諦めてはいけません。俺は勝つ。まだまだ諦めない。この程度でいいのか。行くぞ。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。ティーファ選手、やく負けた。クラウド強すぎ。すごいな。クラウド選手勝利。この満開の好ゲームでした。ではクラウド選手、勝利の喜びを受け付けまで報告ください。ここで。クラウド選手、第2ラウンド勝利お見事でした。第3ラウンドも勝利の報告をお待ちしてます。第2ラウンド終了しました。さあ、いよいよ大会は大詰めです。第3ラウンド開幕です。なんだ、あんたが対戦相手か。対戦相手は誰なのか。ウォールマーケットのマダム・マンをお忘れかい。うん、あんなに濃密な体験をさせてやったって。もちろん覚えてる。いや、忘れられない。そうではなくて、ここで何をしている。旅行って言いたいけど、仕事だよ。ミードガルはすっかり商売上がったりで、コスタの実業家連中に挨拶に行くところさ。そうか。さあ、辛気臭い話はおしまい。ケーキ漬けにカードバウトと行こうじゃないか。クラウド、久しぶりだな。ああ、安心しろ、踊らせたりはしない。カードバウトを楽しみに来ただけだ。そうか。うん、負けたら罰ゲームだ。さあ、始めようか。そう、ショータイムだ。切り札は温存しておくか。手加減はしない。ふん、華麗に踊ってみせようか。マニア選手、素敵な笑みを浮かべております。俺は勝つ。クラウド選手、
この集中力には脱毛です。美しい勝利を見せてあげよう。まだまだここからだ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。二人だけのひとときを過ごそうか。アニア選手、エレガントなステップで惑わします。がっかりさせないでくれ、クラウド。美しい勝利を見せてあげよう。ここが踏ん張りどころだな。ダンスの方が得意か。アニア選手、美しい敵はエクセレントです。行くぞ。クラウド選手、なかなか思惑通りにことが運ばない。何かないか、逆転の一手は。ダンスの方が得意か。美しい勝利を見せてあげよう。アニア選手、美しい敵はエクセレントです。手加減はしない。フランド選手、まだ勝負を諦めてはいません。このままでは負ける。俺は勝つ。ダンスの方が得意か。アニア選手、美しい敵はエクセレントです。クラウド選手、隙を見せません。二人だけの息吹を過ごそうか。アニア選手、劣勢ですが手立てはあるのか。手加減はしない。楽しませてくれるじゃないか。これは勝てそうだ。クラウド、お前は本物だな。カードバウトもダンスも天性の素質がある。可愛いだけじゃない、本物のスター。クラウド選手勝利。見どころ満載の好ゲームでした。ではクラウド選手、勝利の報告受付までお願いします。クラウド選手、第3ラウンド勝利おめでとうございます。第4ラウンドも応援してますよ。第3ラウンド終了。さあフィナーレは近い。第4ラウンドセミファイナル開幕です。さあクラウド選手、ついにここまで勝ち進んだ。クラウドさん、手合わせお願いします。参加していたのか。はい、新型ロボットが参戦するとの情報をキャッチしてお手並み拝見しようと駆けつけました。ライバル登場か。僕のライバルはクラウドさんですよ。このバウトで弾みをつけて優勝まで一直線です。まずは俺に勝ってからだな。当然勝たせてもらいますよ。カードバウトです。始めようか。カードバウト、行きます。シャドリー選手、シルエットに問題なし。データを参照。勝利確率 100%。 相手の心拍数を検知。勝負します。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。シャドリー選手、計算が狂ったか。手加減はしない。相手の心拍数を検知。勝負します。いい流れだ。この調子でいこう。俺は勝つ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。シャドリー選手、どうした？珍しい失敗です。手加減はしない。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。相手の心拍数検知。勝負します。この程度でいいのか。行くぞ。まさか予測を超えています。
カードリー選手、どうした？珍しい1回です。クラウド選手、隙を見せません。相手の心拍数を検知、勝負します。これは勝てそうだ。俺は勝つ。まさか予測を超えています。シャドリー選手、どうした？珍しい失敗です。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。相手の心拍数を検知、勝負します。この程度でいいのか？手加減はしない。まさか予測を超えています。シャドリー選手、どうした？珍しい失敗です。さすがクラウドさん、いつもながら見事な勝利です。優勝まで応援していますよ。クラウド選手、おめでとうございます。決勝会場へは私がご案内します。どうぞこちらです。次のレンジー選手との決勝戦、ウィンズブラックの頂点が決まる運命の決戦の火蓋が今切られます。レンジーに勝って、ラウンドの開幕です。決勝戦ぶち込まれた。あとでインタビューさせてください。あんたがトップのバウト。私よ、レジー・ケーネディ。みんなは天才レジーと呼ぶわ。やれるのか？もちろん。先に言っておく、私負けたことないわ。負けて泣くな。そっちこそ泣かないでね、カードバウト。始めようか。少しは楽しませてね。レジー選手、その実力はそこが知れません。さてと、どうやって攻めてほしい？レジー選手、すごい一手が出ました。行くぞ。クラウド選手、その集中力には脱帽です。カーン選手、対応してみせてね。俺は勝つ。レジー選手、その実力はそこが知れません。手加減はしない。クラウド選手、今の一手は素晴らしいですね。レジー選手、すごい一手が出ました。これは勝てそうだ。行くぞ。クラウド選手、隙を見せません。カードセット、対応してみせてね。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。ここからよ。レジー選手、すごい一手が出ました。この程度でいいのか？俺は勝つ。クラウド選手、を見せません。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。手加減はしない。クラウド選手、隙を見せません。これは勝てそうだ。行くぞ。ここからよ。レジー選手、すごい一手が出ました。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。クラウド選手、隙を見せません。この程度でいいのか？
超えた勝利に会場も大盛り上がりを見せています。白熱した大会のファイナルラウンドを終え、最高の王者が決定しました。その名は、その宣言待ってもらおう。カードバウトを申し込む。難しいものだな。大丈夫よ。何やれ、うん、おっと、ここで優勝者に挑戦状が叩きつけられました。この挑戦は受け入れられるのか、挑戦者のバウトの腕はどうなのか、期待が高まります。普段の私が獣に見えることは否定しない。しかしこの格好ならどう見ても兵士だ。問題ないだろ。問題しか見えない。それはお前が私を知っているからだ。先入観を捨てろ。それよりクラウド、私の挑戦を受けるのか、それとも受けないのか。受ける気はない。もう十分楽しんだからな。クラウド、ファイト、レッドも頑張って。おうおう、やれやれ。クラウド選手、挑戦を受ける模様です。さあ、エキシビションマッチの開幕です。カードバウトださあ始めよう。やりたかったんだ。もちろんだ。切り札は温存しておくか。俺は勝つ。手加減はしない。行くぞ。嫌な流れだが、最後まで諦めはしない。いい流れだ。この調子で行こう。俺は勝つ。私の劣勢か。だが、逆転の目はある。これは勝てそうだ。手加減はしない。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番だ。この程度でいいのか。行くぞ。何かないか。逆転の一手を。俺は勝つ。どうした、もう終わりなのか。このままでは負ける。手加減はしない。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番だ。これは勝てそうだ。行くぞ。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番。勝負だった。いつの間にそんなにやり込んだ。狩りの基本は観察だ。試合を見ていればルールも定石も把握できる。あとはそれを応用してやればいい。なるほど、さすがだな。完全なる勝者はクラウドストライク。
凄まじいバウトを見せつけた。栄光の優勝トロフィーは君のものだ。盛り上がりを見せたクイーンズブラッド大会もこれにて終了となります。ご参加いただいたカードバウターの皆様、誠にありがとうございました。コスタデルソルまでは順調に航行中です。到着までごゆっくりお過ごしください。楽しかったね。そうだな、レッドにはびっくり。せっかくの大会だからな。すごく強かったよね。さすが。ね、どうする？船はいつ着く？明日だよ。じゃあ到着まで寝ちまうか。さすがに疲れたぞ。ああ、そうだ。休むか。船長の地徳です。緊急事態が発生いたしました。お客様は船室にお戻りください。神羅軍関係者は地球甲板まで集合願います。軍関係者、俺たちか。私は逃げ遅れた客がいないか見回りに行く。誰か君手伝ってくれるか。行きます。ありがとう。こっちだ。急ごう。
ちが死ね、くっ、死ね、くっ、行くぞ、くっ、刻む、くっ、くっ、やっ、くっ、消えろ、連携しよう、出番のようだな、さっ、くっ、さっ、断ち切る、行くぞ、くっ、いいぞ、戯れよ、変化をつけよう、はいはい、任せるね、俺が出る、次がない、切り崩すやっ、ち、ち、一気に叩く、攻める、星に帰れ、決め、空頼む、私が出よう、刻む、決めるぞ、発症して、さらばだ、やってやれ、頑張るね、そこから狙える、この時間だ、刻む、心配ないよ、
散れ。切り崩す。届く。頼んだぞ。いや、打ち崩す。行くよ。俺が出る。クロマントかもしれない。遭遇地点はコスタデルソル近海。船の周囲に現れたモンスターによる襲撃を受けました。現在船に乗り合わせていた兵士の一団が対処中です。でクロマントを着た乗客とモンスターが何と言えばいいのか、そう、合体しています。治安維持部門がこの件を北条博士と話すようにと。新たな変異融合反応か。融合体は優勢な遺伝子を継ぎ、元素体よりも強化されるのが常識だ。君、これは大きな進化の瞬間かもしれないよ。すぐにでもサンプルを採取したいね。私はどうすれば。身をもって実験に協力してくれるならば、敬意とともに君を探してあげよう。だが、分かりやすい目印を用意してくれよ。バレットか。行こう。そこ、ここまで出てたかな。
ちは任せる。よし、やっちゃおう。では当てる。この掴みかける。やっ、うん、ふっ、ふっ、ふっ、どこだ。次に備えろ。襲われるってのも逃げもし見てらんねえぜ。そいつらから離れろ。その連中はモンスターと融合してより危険な存在に変化するらしい。私の職権で全員処分する。おい待て。
この怪物は人の心を読み、姿を変えた。恐れる顔、愛する顔を見せて人を動かしたことだ。その怪物になる。
騙されるなよ、クラウド。クラウド。ああ、騙されるものか。船長の知徳です。お騒がせしておりました艦内のトラブルは先ほど無事収束いたしました。現在本船は航路を戻し順調に航行中。コスタデルソルへの到着は明朝の予定です。輝く太陽の下での素晴らしい休日を夢に、今夜はどうぞごゆっくりとお休みください。